は私そうなの、そうだよな。ありがとう。お嬢ちゃん、このラ・フランスはな、昔は形も悪くて全然注目されなかったんだ。むしろ嫌われ者だったかな。だから時間が進行し、ようやく人々はこのラ・フランスの魅力に到着したんだね。今はさ、もう果物の女王と呼ばれるほどの幸せ者になったんだよ。君も幸せになってね。はい、今日のお礼。じゃあね。